ントを破壊しろ。俺たちを燃やすか。スレスレを飛ぶロボットか。薄い体で狭い場所にも入り込む。逃げた人間を追い詰めて殺すためだ。ドローンよりさらに効率的に人間を殺す。そうしてきた。効率的に人間を殺す。奴らは急ぎだ。無駄を楽しむ心が読めない。つまらない奴らたち。ロボットを簡単に破壊するぞ。体操援護しろ。装甲で、あらゆる装置を包み込んでいるようです。タイヤやセンサーのような弱点になる部位を持たず、武装すら装甲の中に隠しています。平たく丸い装甲は傾斜装甲として機能し、銃撃への耐性に特化した兵器、つまり対歩兵用として開発されたと考えられます。瞬間があるはずです。危険ですが、開いた装甲の内部を狙えば破壊できます。プライマーは市街地を中心にロボットを投下しています。人間を殺すための機械だ。ドローン以上の脅威だ。このロボットを以後メーカーと呼称します。メーカーの攻撃でランドセブンが壊滅しました。何？地下施設のはずだ。ランドセブンの内部まで侵入したようです。おそらくメーカーは地下施設やシェルターを攻撃するために作られたと考えられます。なんということだ。奴らは人間の逃げ場を一つ一つ潰してくる。奴らはどれだけの準備をしてきたというんだ。
制だ。上層部が何と言おうと。お前は戦術を変えて対抗する。真の兵士だ。